アキナのアキナイチャンネル。あーなんかイケてんのかちょっと。おーちょっと待ってほんま戻られへん。ちょ燃えてほんまに。おもうめっちゃ怖い。さすがにこの一人は無理やと思うで。行こう。誰？原くん。じゃ好きやん原くんのこと。置いといていいですか？こっちは何するじゃない？こっちはほんなら、うん、あの牛タンの皮、うん、ちょっと剥いといて。やってもらえばよかったやんけ。吉地のお兄さんに剥いといて。あれ剥がれへんねんって素人は。まあそれやったら、うん、剥いといて。じゃ剥がれへんって。と隅。隅の着火はちょっとやっといてほしいですかね。コロナ。うわ怖っ。持ってくわ。怖っ。はい、花君じゃあまず座って。怖っ。持っとくわ。座って。ちょっと待って。1個後ろの方がいいかもしれない。ふん、ここ真ん中。ここ、うん、そこ。うわ怖い。ええ、持ってよ持ってよ。よっしゃ。俺、あ、俺ちゃうな。子供用やな。俺そうっすね。やっぱり向かい合わせで行く。向かい合わせで一回行ってみる。ねえ、で、ある程度もう取り終わったらもう普通に前向いて。でも進む方向向かいにやってたら焦がれへん。そうですよね。で直進するとき両方こいでないと進まないんですよね。だから右と左みたいな感じで。ほなこぐ原くんだけこいで。原さんがあっち向いたらいいんじゃない。いや、こっちが前なんですよ。ああ。もうとりあえず話すで、うん、ああここハル君落ち着いたら大丈夫やから。あ、はい、うん、うわ怖っ。でもまだ持ってるから大丈夫。家族も乗ってはったってことは沈むことはないのよ。そうですよね、うん、その気持ちだけ忘れんといて。紐取りますね。絶対大丈夫、うん、はい、オッケー。足怖いっすよね。出発。ハル君が漕いだ。回ってる。もう回ってる。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。スタート逆回って回って。ハラくんうまいね。スタート向こうっすよね。向こう、そのままだからまっすぐや。うわ怖っ。ほんまに行くん？なんかめっちゃ怖いわ。だから一番いいのはそれ首のついてるから、山田くんは左手で、原くん今左をこいでるから、こう左手で山田くんはカメラを持って右手でこれがやったら安定するんちゃう。首から一回外した方が。原くんあんま荒いことせんでいいで、ほんまに。してないやん。一個もしてないで。で、山田くん右手でこいでみて。原くんは左っかこいでて。今、カメラ落としそうよ。そうそう。うわ。じゃあ、むずい？え？なんか回ってる。山田さん、こいでください。俺、こいでる、こいでる。こいでる、こいでる。今ちょっと回ってきてるんで。ちょ待ってな。あ、こいでる、こいでる。あーめっちゃ怖いわ。ハラ君の後ろって大丈夫や。方向転換してる。めっちゃ怖い怖い怖い。ほんまにちょっと待ってな。ほんまにこんなん行っていいの、ここ。あー怖い。引くれるわ。引くれる。やることあります。めっちゃ怖い。あ、でもこれ僕します。片方こいてたら片方にずっと。そう流れていきますもんね。あー怖い。ほんま、え、怖ない？全然。いや怖いっす。結構怖いっす。なあ。いやでもカメラほんまに落とさんように切ってるからね。
行くしかないわ。行くで。はい。僕じゃあ左で行きますね。今カメラどうなってるんですか。俺だけ映ってる。あ、でもやっぱり2人やったらすぐですよ。あ、いいな。やっぱ安定するわ。安定する。壊ないもん、先ほど。いいやん。うわ、怖。おお。おほほほほ、わー怖ー、ほんまに。なんかずっとちょっと怖いわ。え、気持ちいいっすね。え、気持ちいい。気持ちいいっすね。ちょっと待って、こういうのが原因で転覆とかないやんな。いやー、大丈夫やと思いますよ。ほんまに。ちょっと待ってください、多分それやったら僕がこういう方が。頑張ってねって俺ら言ってくれてんの。あれ、こっち行ったよ、こっち行ったよ。こういうの。ちょっと待って。うわ、すげえな、でも。すごいっすね。こんな施設あるんですね。めっちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗っす。この空を通りたいな。はい。やっぱり。撮りましょう。これ見てよ、夕日。これすごいで。うわぁ。綺麗やなぁ。そしてそれに浴びる二人。綺麗ですね。原くん。キャプテン。キャプテンです。オッケー。ちょっともうこれ日没やな、ほんまに。言うてる前に帰りましょう。急ごうか。このコースまた結構しんどいですね。いや、これしんどい、なかなかやわ。いや、この急いだ気持ちじゃなかったら、はい、まあいいんでしょうけどね。ひょっとしたら結婚ってこんな感じなんかもな。歯車がカヌー、うん、ちゃんとリズムに合うか。結婚というのはカヌーなのかもしれない。何からしたらいいやろ。なんかできることやっといてって言ってたけど、パンさばいてもう焼いて食べてまうか。まあ、財布隠すか。テンパるやろな、財布落としたってなったら。全員が預かってますね。うん、それ山田君かばん、これ山田君っすね。財布これっすね。ものすごい入ってる。現金も抜いて財布も隠すか。カードも、なんか商品券もいっぱい入ってる。高島屋の、まあ、これも預かっとこうか。財布自体も隠さなあかんな。あ、ちょうどいいや、ここ隙間あったわ。ちょうどハマるわ。こういうと言って、ほんでまたなんか買い出しなんか足らんってなった時に、お金ちょうだいって言った時に発覚する感じでいいか。やってみましょう。おいさん、これカードも大事にして。これ責任重いな。ソーセージもありますもんね、うん、どうぞ。こっちがいいんすかね。こっちがいいやつだ。いいやつ、いいやつ。いや、これ大変。なかなかむずい。あ、かわいい。あ、すいません、ありがとうございます。よいしょ、おかえり。キャプテンがやっぱおらんと距離すごいわ。ありがたみがすごい分かった、キャプテン。焼いてるやん。
ちょ、早いってどうキャプテン。いや俺こんなんしたないってマジで。ちょえキャプテン、じゃあなんか、まあ、しましたこれ何なん。あこれ先っちょの方が引いとんのこんなん。じゃしっかり焼いてよ。じゃあ俺見たかった、せめて切ってスタート。えキャプテンがお腹すくと思ってねんで。じゃあ早いって。から帰ってきて。じゃあえこれ何、カレーは火は炭はまだ、もうこんなんさいつだってできるやん。ちょっとよかれと思ってそのもう食べてるとかやったらさ、なしてねんってなるけど。じゃあこれ何してんねんやわ。じゃあ帰ってきて。俺めっちゃ楽しみやってんで。そうだからキャプテンこっからやん。じゃあ俺こ、じゃあ炭とかまだあんねんってカレーの。じゃあキャプテンできることやっといてって言わんかった。じゃあ俺こんなんさ。じゃあ何なん、何してんの。ほら見てソーセージもめっちゃいい感じやろ。もう仙台の人しばかれてほしいわほんまに。こうほらキャプテン、キャプテンこっから早く。じゃあ俺これ知らん、こんなん。えでも焼くんやろ。もうこれすっげえの。これすっげえな。えちょっと待って、え引いとらんのじゃん。端にやっとこう。えどうやるんが正解だったの。いやこんなんなんか知らんけど、まあうまいやろけどさ、だから何も味付けもしない。うまいんかな。もちろん見て見てキャプテン。えキャプテン、いやそこはうまそうでもちゃうねんって。火がここも火が通らんやん、この中に。これ閉めた蒸しも、蒸し焼きもできるんやって。これやったな、蒸し。せめて蒸しやん、俺多分。これ、この感覚として。蒸す、蒸す。いや、蒸しやと思う。え、ちょっと待って。もったいな、お前早いって。キャプテン、じゃあソーセージ味見してよ。じゃあ、カレーとかあんねんって。引いとんの？え、ちょ、一緒にやりたかった、これ。じゃあ、なんかそっちやわ。キャプテンいけんのかな言いながら。キャプテン忘れてない、何さばいてないやつがもう一個あるからな。ウインナー何で食べたい味。あ確かにね、最初いっちゃってよ。ちゃうって。でもさ、あの辛いソース、これどうやってどんどん表面だけ焼けていくねんで。これでっかなんなんこれ、ブルンブルンやん、すごいブリブリやんこれ。これでちょっとウインナー、ウインナーもうどれもどれもいける。それちょっとほんで食べてみてキャプテン。まだ食べてないの。まだ食べてない、うせやん。うん、いやこのままいきますわ。ちょっとバーベキューしよう。なんかあうまい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 めちゃめちゃうまい。じゃあみんなみんな食べよう。でこれこれうまっ、これこれ9年それめっちゃうまい。バーベキューソース これむっちゃうまいわ。食べ、びっくりした。マジでこれもうまい。ほんで何やこいつ、肉用の肉のために作られた9年バーベキューソースチル、これむちゃむちゃうまい。うんまっ、うまいろ。閉じる？じゃあ一回。え、じゃあ閉じていいんかな。水が入ってるってことですよね。水入ってる。だから閉めたら蒸すってこと。蒸すって言うてた。誰が？西川。いやこれシャボン玉や。ちっちゃいわナイフ。うわー。アキラのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生は普段旅とか、まあ、旅行とか行かないからすごく楽しみだよ。